この動画は NVIDIA の提供でお送りします。グーチョキパー。こんにちは。今日は AI 人工知能を使って絶対に勝てないじゃんけんロボットを作ります。ゲームセンターに皆さん一度は行かれたことがあると思います。じゃんけんルーレットマシーンみたいのがあるんですけど、ボタンが3つあって、それぞれがグーチョキパーの手です。で、そのボタンを押すと正面にあるディスプレイに機械側が勝つ手が出てくる、そういったじゃんけんのロボットがあります。だいたいロボット側が 80% くらいの確率で勝つようになっていると思うんですけど、でそのじゃんけんロボットもある種の AI 人工知能と言っていいかもしれません。ただ中身は非常に簡単で単純です。なぜかというと、入力のボタンが3つしかなくて、その3つに対して、何か出力を1つ出せばいい、そういった非常に単純な構造だからです。今日作るのは、人間の出した手をロボットに装着したカメラで認識して、そしてロボット側が常に勝ち続ける手を出し続ける、そんなロボットを作ります。ここで後出しじゃんけんを考えてみます。後出しじゃんけんは後に出した方が必ず勝てます。なぜ勝てるのか。相手が出した手を目で認識して、その認識した内容をもとに脳内で処理して勝てる手を出す、そういった一連の流れを目と脳内でやっています。例えば相手側がパーを出したとします。今相手はパーを出しています。目から入ってきた情報から脳はパーを出していると認識します。次にパーに勝つ手は何かっていうのを脳内で処理し始めます。ここで当然チョキを出せば勝てるわけです。なのでチョキを出せというふうに脳が命令を出します。そしてチョキを出します。で、これと全く同じ動作をじゃんけんロボットにやらせます。そんなことが可能なのかという話なんですけど、実はこれ可能なんです。一番重要なのは相手がどんな手を出したかを推論する部分です。ゲームセンターに置いてあるじゃんけんマシンはこの部分が非常に簡単にできるわけです。で、なんでかっていうと、ボタンで手を選ぶだけですから。ゲームセンターのマシンと何が違うのかというと、今回はカメラの映像から手の形を推論する必要がある。その部分が一番違います。つまりロボット側からしたら、対戦相手がどんな手を出すか、グー、チョキ、パーの3つがあるわけですが、その3つをカメラの映像から推論する必要があるわけです。この推論の部分が難しいんですね。今日は映像からじゃんけんの手を推論するために、ディープラーニングと呼ばれる技術をじゃんけんロボットに応用します。ディープラーニングを使ったじゃんけんロボットをどうやって作るか、こちらのジェトソンナノを使います。ジェプソンなのは謎の AI 半導体メーカーである NVIDIA から発売されている小型のコンピューターです。謎の AI 半導体メーカーというのは冗談なんですけども、データセンター向けの GPU であったり、あとはグラフィックボードに搭載されている GPU を作っている会社です。ジェプソンなのは AI とか機械学習とか、あとはディープラーニングとか、そういったもののリアルタイム処理に特化しています。というわけで今日はこれを使ってやります。今日の題材にぴったりです。実際にジェプソンナノを使って AI を作っていきます。今日使うのは 2GB 版の開発者キットです。こちらのジェプソンナノの詳しい使い方については、 NVIDIA の公式で動画が上がっています。そちらを確認してください。YouTube に動画がアップロードされていて、日本語字幕もついているので、サンプルプログラムを動かすだけなら誰でもできるようになっています。概要欄の方に全部書いてありますので、そちらを確認してください。使う環境をちょっと揃えるんですけども、キーボードとマウスはついていないので、これは揃える必要があります。で、あとディスプレイのケーブルですね。これは HDMI です。電源は 5V の 3A 以上の USB Type-C です。本体にヒートシンクついていて、自然空冷はできるんですけども、それだと若干不十分ですね。なので何か適当な冷却ファンとかあった方がいいです。で、あとディスプレイも必要です。忘れてましたけど、ウェブカメラも必要です。サイズの合う冷却ファンがなかったので、これを我慢して使います。今はウェブカメラに何が映っているのかを推論するサンプルプログラムを走らせています。今人間を映していますが、ちゃんと人間として認識されています。パーソン 95% というふうに書いてあります。ちゃんと一見は人間として認識されているようです。今カメラに顔を映しているので、人間として認識されていますが、体の一部だけをですね、こういうふうに動かしても、人間として認識されます。パーソン 87% とか、そんな感じですね。プログラムを実行しているときに推論に何秒かかったかというのがこの部分に表示されています。で、見てみると50ミリ秒しかかかっていません。 0.05 秒ですね。
実際リアルタイムで推論をしているわけですけども、その時でも 25fps と非常にスムーズな推論ができています。でこのように高速でしかもリアルタイムで推論ができています。でこれはなぜかというと、ジェトソンの中に高性能な GPU が入っているからです。 GPU のコアが128機入っていて、でその中でリアルタイムでゴリゴリ計算して、このようなリアルタイムの推論ができるわけですね。これから実際に作っていくわけですが、ディープラーニングについて少しだけ説明した方がこの動画をより楽しめると思います。なので少しだけ説明させてください。ディープラーニングというのはニューラルネットワークを使った技術です。これは人間の脳の構造をコンピューターでシミュレーションして計算する技術。そういうふうに考えてもらうと分かりやすいと思います。こちらの左にある図は人間の脳の神経細胞を簡単に描いたものです。人間の脳の中では神経細胞、ニューロン同士が電気信号をやり取りすることによって信号、情報を処理しています。例えばここにある神経細胞を見てみます。この神経細胞からは樹状突起と呼ばれるものが生えています。樹状突起とはまた別に軸索と呼ばれるものも生えています。樹状突起と軸索は他の神経細胞とつながっているような構造になっています。神経細胞から出ている軸索が他の神経細胞の樹状突起につながっています。こちらの樹状突起についても同様です。他の軸索がつながっています。つながっているところで電気信号のやり取りをしているわけですが、電気信号がある一定の値より大きくなると軸索から電気信号がまた出てきて他の神経細胞に電気信号を与える。そうやって電気信号は他の神経細胞に伝達されていく、そういう風になっています。こちらのニューロンを数学的に再現したものがこの人工ニューロンになります。人工ニューロンにも樹状突起のようなものがあって、それとはまたに軸索のような出力の部分があります。この枝の部分にはある程度重み付けがされています。例えばかける 0.8 倍であったり 1.0 倍、 0.3 倍とか何か適当な重み付けがされています。信号が何か重み付けされて入力されます。でその入力された値の合計がある式位置を超えると出力として何か出てくる、そういうふうなものが人工ニューロンです。先ほどの人工ニューロンをこのように組み合わせたものをニューラルネットワークと言います。ニューラルネットワークは入力層、1層から2層くらいの中間層、そして出力層があります。例えばこのニューラルネットワークが画像を推論するものとします。ここに4ピクセルの画像がありますが、その画像のピクセルの明るさをこの入力層の部分に入力します。この明るさは数値化されています。人工ニューロンから出ている枝は重み付けされています。その重み付けされた信号をこの中間層に入力します。中間層のニューロンに入力された信号の合計がある式位置を加えると、そのニューロンからまた信号が出力されます。出力された信号はまた重み付けされて出力層のニューロンに入力されます。例えばこの画像が A というふうにラベル付けされたとします。 A というふうにラベル付けされた画像をニューラルネットワークに入力して、そして出力層の A の部分に1が出てきて、そして B の部分に0が出てくる。そうすればこのニューラルネットワークはよく学習されたニューラルネットワークというふうになります。逆に A という画像を入力したのに、この A の部分が 0B の部分が1と入力されれば、このニューラルネットワークはあまりいいニューラルネットワークとは言えません。もしこのような結果になってしまったら、このニューラルネットワークを学習し直す必要があります。つまりどういうことかというと、枝の重み付けを変えて、この0、1となっていた出力を、1、0となるように学習する、そういったことをやります。ここについては話すと難しいので飛ばします。ディープラーニングは先ほどのニューラルネットワークの中間層の数をものすごく大きくしたものを使ったものと言っていいかもしれません。このように中間層の数をものすごく大きくしたニューラルネットワークのことをディープニューラルネットワークと呼びます。中間層の数がどのくらいかというと、数十から数百、場合によっては1000を超えるものもあります。最近ディープラーニングが流行っている理由ですが、このディープニューラルネットワークの中間層の足し算と掛け算の計算を GPU を使って高速にできるようになったこと、あとはインターネットによって多くの画像がニューラルネットワークの学習に使えるようになった、そういった理由もあります。でこういった技術的なことについてペラペラ喋りすぎると、本当はあまりよく分かっていないことがバレるので、このくらいにしておきます。
これから実際にじゃんけんロボットを作っていきます。まず何から始めるかなんですけども、ニューラルネットワークを訓練することから始めます。手の形のグー、チョキ、パーがありますが、その手の形がグー、チョキ、パーのどれかであることをまず推論する必要があります。なので、グー、チョキ、パーの画像をたくさん撮影して、それをニューラルネットワークに与えて訓練します。ここで画像を与えるんですけども、与える画像もただの画像だけではダメです。画像にラベルをつける必要があります。ここにグー、チョキ、パーの3枚の画像があります。その画像にそれぞれグー、チョキ、パーのラベルを与えています。このラベルというのは、この画像がグーですよっていうのを、まあ、機械に教えるための、まあ、そういったラベルです。で、チョキの場合も、この画像はチョキですというふうな、そういったことを機械側に教えないといけないわけです。この与えるラベルですが、必ず画像と対応している必要があります。例えば、グーの画像にチョキのラベルを貼ったとします。そのデータを与えてニューラルネットワークを訓練すると、出力がちょっとおかしな、まあ、間違えたような出力が出てくることになります。このようにラベルを与えて訓練学習する方法を教師あり学習と言います。これは機械学習の手法のうちの一つです。次は学習用の画像を撮影します。この画像を撮影するときにもいろいろな位置で撮ったり、あとは手の方向を変えたり、あとはカメラに近かったり、まあ、遠かったりとか、まあ、そういったいろいろな条件の画像を撮影する必要があります。見えますか？こんな感じでですね、ひたすら手の画像を撮影するっていうことを30分くらいですね、やっていました。今回はグー、チョキ、パーと、あとはバックグラウンドの画像を合わせて600枚撮影しました。ニューラルネットワークを訓練するときに画像がたくさんあった方がいいんですけども、それ以外にも訓練の回数を多くするほど推論の精度が上がるというのがあります。まあ、ただこのニューラルネットワークの訓練結構時間がかかります。まあ、時間はかかるんですけども、まあ、GPU を使ってゴリゴリ計算していって時間を短縮すると。もっと他の画像を推論するような複雑なニューラルネットワークの場合は、超高性能な GPU を何台も使って、学習にも何日も時間をかけるような、そういったやり方になってしまいます。ただ今回は30分しか使いません。ということで、モデルの学習が終わったので、実際にグー、チョキ、パーの推論をやっていきたいと思います。今背景に何も映っていませんが、この場合だとバックグラウンドは 90% くらいで何もないというふうに推論されています。グーを出してみると、こういうふうにグーの手が大きく映っているときはちゃんとグーというふうに推論できているんですが、少し離れていくとパーとかに推論されてしまいますね。で、あとは画面の位置とかによってもパーとかにたまに推論されてしまいますね。推論の確率が低くなってしまうんですけども、これは結局画像の枚数と、あとは学習に使う時間が、まあ、少ないからではないかと思います。初期とかはどうでしょうか。お、チョキは結構いい感じに推論できてますね。画面のどこにいても必ずチョキというふうに表示されています。チョキの場合はやっぱ結構高い確率でチョキというふうに推論できています。パーはどうでしょうか？パー。パーの場合はちゃんとパーというふうに推論できていますね。グー、チョキ、パー、グー、チョキ、パー。あと気づいたんですけど、手が全部映っていなくてもチョキとかパーとか推論できていますね。これは結構面白いことだと思います。この部分に推論にかかっている時間が表示されていますが、20ミリ秒とか表示されていますね。まあ、絶対に勝てるじゃんけんロボットなんですけど、実際には後出しじゃんけんロボットになるわけです。ですが遅延が20ミリ秒ほどなので、かなり自然な後出しじゃんけんになるのではないかと思います。つまり相手に気づかれない後出しじゃんけんです。カニパンっていう美味しいパンがあるんですけど、これ手の形に似てますよね。どういう風に推論されるのか見てみます。カニの足が半分しか映ってないところだと、グーと似ているので、グーという風に推論されています。もうちょっと全体が映ってくると、まあ、グーかチョキというふうに推論されていますね。多分チョキかな。これはカニのチョキでしょうか。こんな感じでじゃんけんの手をほぼリアルタイム遅延なしで推論することができました。一昔前でこれと同じことをやろうとすると、まあ、ものすごい大変だろうなっていうふうに思いましたけど、まあ、今はこんな簡単にできてしまうと。次にやることなんですけど、ソフトウェアの部分はできましたので、次はロボットの手のハードウェアの部分を作っていきます。ジェトソンナノなんですけど、内部の信号を外に引き出せるようになっています。
その機能を使ってこのサーボモーターを動かします。それでこの手のハードウェアの部分を作ります。サーボを動かしたいんですけど、ジェッソン側にサーボコントローラーの線を、4本接続するだけですね。これは手です。正確に言うとロボットの手です。手に見えないかもしれないんですけど、これは手ということにしておきます。ちょっと動かしてみましょうか。ただグーチョキパーの形にするだけですけども、ちょっと早すぎたんですけど、もうちょっとゆっくりにしてやってみます。チョキパー、これがバックグラウンドの状態。グーチョキパーというふうになります。では実際にじゃんけんロボットを動かしてみます。これは今待機状態のロボットの手です。最初はグーの手を出してみます。このロボットはパーを出すはずです。いきます。じゃんけんぽい。お、いいですね。ちゃんとパーの手を出しています。で次はチョキの手を出します。じゃんけんぽい。グーを出しました。最後パーを出します。じゃんけんぽい。ちゃんとチョキを出していますね。結構優秀ですね。あと思ったより動きも早いです。ちなみに今回プログラムは結構適当に作ってしまったので、少し推論がずれるとですね、こういう風に結構荒ぶるような動きをしてしまいます。これは仕方ないですね。今後推論の精度とか、あとはプログラムを改善すれば、これはどうにでもなります。グー、チョキ、パー、パー、チョキ、パー、チョキ、グー。やっぱグーがちょっと怪しいですね。こんな感じで結構やっぱうまくできています。今回使ったサーボが結構しょぼいやつなので、あんまし速度が出ないかなって思ったんですけど、つまりどういうことかっていうと、ものすごく後出しに見えるように、手を出してしまうかと思ったんですけど、そんなことはありませんでした。意外と早く動作します。で今回は絶対に勝ち続けるロボットを作りましたが、それ以外にも絶対に負け続けるロボットや、絶対にアイコンの手を出し続ける、そういったロボットも作れます。その他にはロボット側が 30% くらいの確率で負け続ける接待モードとか、そういったのも実装は可能です。というわけで今日はジェッソンナノを使ってじゃんけんロボットを作りました。この機会にジェッソンナノを使ってディープラーニングを始めてみてはどうでしょうか。概要欄に今回使ったジェッソンナノ開発者キットと、あとはウェブカメラとか、最低限動かすのに必要なものをまとめてあります。ぜひ確認してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中。詳しくは概要欄から。